こんにちは。プランツカウンセリングヒーラーのまさこです。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。今日は上弦の月にベランダに満開に咲くピンク色のノウゼンカズラとともにお届けいたします。夏の暑い時期によく見かける赤やオレンジ色のノウゼンカズラは中国中部南部に生息するノウゼンカズラ属ノウゼンカズラ科のつる性の植物で、高さが5メートルから6メートルくらいになるものです。つるが木に絡みつき天を超えるほどに伸びることから空を仰ぐ花と書きます。寿命が長く、金沢市の玉泉園には樹齢300年を超す朝鮮五葉松に寄り添うように絡まって生えている立派なノウゼンカズラがあり、これが豊臣秀吉が朝鮮半島から持ち帰ったものという言い伝えがあるそうです。北米原産のアメリカノウゼンカズラの花は中国原産のノウゼンカズラよりも小ぶりで細長いのが特徴です。だいだい色の花をつけますが、茎も短く垂れません。こちらのピンクノウゼンカズラはノウゼンカズラ科ポドラニア属南アフリカ原産です。最も暑い我が家の夏のベランダではこのルリ祭りとこのピンク色のノウゼンカズラが涼しげな色合いで元気いっぱいに咲き誇ってくれています。ピンク色のノウゼンカズラはあまり見かけませんが、横浜では元町中華街駅の駅舎上部に増設されたアメリカ山公園で見ることができます。ノウゼンカズラの全般の花言葉は名声、名誉、栄光、花のある人生、女性らしい、華やかなです。どれも喜ばしいことや元気なイメージの良い意味の言葉ばかりでパワフルです。名声、名誉、栄光はラッパのような花の形から式典で祝福するときにラッパでファンファーレを演奏することに由来しています。花のある人生はノウゼンカズラは樹勢が強く夏の暑い時期に華やかに咲き長生きすることからつきました。西洋の伝説に美しいノウゼンカズラの花に松の木が恋をする話があります。ノウゼンカズラはもともと地を張っていましたが、その美しさから近くに生えていた松の木が一目惚れをし、思いを抑えきれずノウゼンカズラにプロポーズをします。ノウゼンカズラは松の木と結婚してたくましい松の幹にすがりつくようにつるを這わせて高く伸び上がり花を咲かせるようになりました。ところがつる性で自由気ままなノウゼンカズラの勢いは強く、松だけでなく周りの木にどんどんつるを広げてしまったので松はその度に焼き餅を焼いたというお話です。ノウゼンカズラの花には人気運を上昇させるパワーがあり、やりたかったことを再びやる気にさせる力があると言われています。上弦の月のこの時期は満月へ向けて一番積極的になる時ですが、9月は夏の疲れが出る時期でもありますので、無理をせずタイムやローズマリーなどのハーブやアロマでケアをするのもおすすめです。タイムは悲観的な感情から積極的になれない人の心を開き、この時期に大切な決断力を高めてくれます。若返りのハーブといわれるローズマリーは消化器系や循環器系の機能低下による不調を緩和し、心身の疲れを癒して頭をすっきりさせてくれます。自分に自信を持ち進むべき道をクリアにしてくれます。今日は名声、名誉、栄光、花のある人生、女性らしい、華やかなパワーを持つノウゼンカズラとこの時期におすすめのハーブをお伝えいたしました。この時期を快適に過ごし、中秋の名月を健やかに迎えられますようにお祈りいたします。この動画では人生100年時代に健康長寿で自己実現し続けるために植物の力で心身を癒し、あなたらしく輝くヒントを植物のピュアなエネルギーとともにお届けいたします。面白かったという方はチャンネル登録をお願いいたします。今日も良い一日をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。